皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日は雑誌の付録レビューになります。まあ、雑誌の付録って形になるんですかね。まあ一応ね、あの雑誌の付録レビューという形でやらさせていただいております。何を買ってきたかというとこちらになります。はい、デアゴスティーニさんのスターウォーズスターシップ&ビークルコレクションナンバー2になります。はい、で今回ねナンバー2でね、まあ、何が、ついてるかというとこちらね、ちょっと光ってみませんかね。 X ウィングスターファイターブラックワンという形が今回こちらになっております。はい、私の動画でね前回あのいろいろねあの再生数も反響を呼んだものがありまして、前回はこちらのねミレニアムファルコンこちらの方をご紹介させていただいております。こちらの動画については私の方のね動画がありますのでそちら参考にしていただければと思っております。こちらが前回ねナンバーワンでした。で今回はナンバーツーという形でねこちら X ウィングの方がねついていますのでこちらの方をね今日開封して紹介していければなと思っております。はい、これはねあのスターウォーズのね、初期のやつじゃなくてね、一番新しいスターウォーズの、出てくるね、X ウィングって形になりますんでね。ちょっとね、色の方がね、真っ白ではないんですね。はい。じゃあね、こちら、かなりね、重さもありまして、理由としてはね、これ、ここに書いてありますね。ダイキャストモデルという形になります。もうね、ダイキャストって形になるんでね、かなり重い仕様になっております。じゃあ、こちらの方をね、早速開封して見ていければなと思っております。はい、それではねこちら開けていきたいと思います。箱の方はねこういう形になって、こういうね、ものになっております。スターウォーズスターシップ&ビーグルコレクションでね、7月5日号、ナンバー2という形になってますね。で今回入っているのはダイキャストモデルで、X ウィングスターファイターブラック1という形になりますね。いつもね、デアゴスティーニさんの、商品になるとね、いくつかの、号をね、合体させて、一つの商品で形になるんですけど、今回のね、スターウォーズに関しては、こちら載ってる通りね、3号に関しては、デストロイヤーですね。4号に関しては、AT ウォーカーですね。で、ついに5号になるとね、デススターという形で、一つの号でね、一つのものが、入っておりますと。いう形になります。はい、まあね、だからいつものデアゴスティーニさんみたいにね、あの何号かを合体させて一つのね、商品を組み立てるってわけではなくて、今回は一つの号で、完成品が入ってるという形になっております。で全てダイキャストになりますからね。はい、じゃあこちらね見ていければなと思います。箱の外観はねこんな感じになってますね。結構ね私の手に対してね大きめですね。はい、こんな感じで。まあね、これ自体がね、ちょっと今開けますけど、はい、これ自体がね、こんな感じで、サシがついてます。で、ここがね、開き扉になると、まあ、こんな感じで X ウィングがね、入っておりますという形になってるんでね、まあ、これ開封してもね、このまままた元に戻して、飾っておきたいなという形になってますね。これ自体がね、なんか本みたいなね、感じで本棚の方にね、入れて、集めていきたいなと思っております。はい。でね、こちらね、こちら。今回の X ウィングに関しては、先ほど冒頭でお話しした通り、あの、スターウォーズのね、一番初めの方のね、やつではなくて、最新号に出てくる X ウィングになります。パイロットがね、このポーダメロンという形でね、こちらの方がね、パイロットになっております。はい。なので、X ウィングってね、まあ、私みたいにちょっとね、昭和世代のね、人からすると、X ウィングって基本的にあの真っ白いね、イメージが多いんですけど、こちら最新のね、スターウォーズに出てくる X ウィングは、まあ、こういう形でね、ちょっと全体的にあの黒みかかって、あとオレンジね、このポーダメロンが乗ってるやつは、黒っぽい色に、このオレンジっぽいね、色が、これが特徴になっていると
言った形の、スターウォーズになってます。だから X ウィングのねスターファイターブラックワンって形のね名前がついております。はい、じゃあもうねこれいつまでもね外観で説明してもしょうがないので、早速ね皆さん早く開けろと思っているかもしれませんので、じゃあ開けていきたいと思います。ただねこれ開封動画的にはね時間をねちょっとね慎重に取らさせてください。理由としては先ほど言った通りね、これ開封してまた元に戻したいなと思ってますんでね。はい、あとねここになんか全員プレゼントの応募券ここについてますね。はい、じゃあこれ開けていきます。でこれね開けるとき気をつけてほしいんですけど、一応ねいろいろ止まってはいるんですけど、こちらねダイキャストになってるんで正直言って鉄の塊なんですね商品が。だからね箱出し入れするときはね気をつけてください。ここね下ね抜けてんですね、まあ、こんな感じでねこれ商品、黒いやつが商品なんですけど下抜けてんですね。だからねこのままねスーッとね引っ張るとね下にボトンと落とすんでね、そこだけは気をつけてください。あとここ引っかかっちゃうんでね、どうしても。はい、こんな感じでね、じゃあこれはねどうしようかな、端っこの方にね、立てかけておきますかね。じゃあこの辺にねちょっとガンプラ見えなくなっちゃいますけど立てかけておきます。はい、ね今私が言った通りこんな感じでね分かりますかね、こんな感じで下突き抜けちゃうんでね箱をね出し入れするときは気をつけてください。こんな感じでね抜けちゃうんですね。はい、これもね、この後ちゃんとね梱包して、また元に戻すんでねちゃんと綺麗に取っておきたいと思います。ここねワンポイントです、気をつけてくださいね、そこに抜けないように。はい、じゃあね、こちら見ていきたいと思います。で中箱になります。中箱もスターウォーズという形でね、スターシップビーグルコレクションという形でね書いてありますね。はい、中箱はねこんな感じでね、こんな感じになってます。特にね X ウィングのね表記はないんですかね。はい、まあだからね、まあこれはね本棚の方に置いといてもらってね、これはこれでこうね並べといてもねいいかと思いますね。はい、じゃあ今度こちらね開けましょうか。ここもねセロハンテープで止まってるんでね、ここもねカッターでね、綺麗に開けていきたいと思います。はい、じゃあ開けましたと。はい、じゃあこちらもね、こちらもなんかこの辺置いておきますか。はい、じゃあ、こんな感じでね中なっております。中はね非常にこうシンプルでねなっております。でこれもねセロハンテープはね何箇所か止まってます。これもだから慎重にね2箇所ですかね。はい、でこれね僕ねカッターを持ってねこう振り回して開けてますけど、皆さんは気をつけてくださいね。はい、はい、今ねこんな感じでカッターね2箇所止まってたんでセロハンテープが、テープカットしました。はい、じゃあ開けます。はい、中に関してはこんな感じになっております。 X ウィングとあと台座がね入っております。じゃあ早速出しましょうかね。はい、 X ウィングまず出します。であとはね台座ですね。はい、台座はねこれ黒い台座ねに、この透き通ってるやつを、はめる感じになります。で一旦これちょっとはめておきましょうか。はい、台座はこんな感じになってまして、ここにね X ウィングって書いてありますね。ポーダメロンの X ウィングみたいな形で書いてありますね、英語が。はい、でここにスターウォーズという形になってますね。はい、台座に関してはこんな感じです。じゃあね早速 X ウィング、見ていきましょうか。まずね皆さん気になるところね、可動です。可動に関しては、一切ありません。X ウィングってね高速移動の時これ本当はね羽を畳んで、これがね畳まれるんですけど、
これに関してはね、もう初めから、この X のね、形になっておりますと。これね、私が手に持ってると見にくいから、これ台座にはめてね、これで見せましょうかね。はい。じゃあこんな感じで、見せていければなと思っております。はい。X ウィングね。はい、こんな形になっております。まずこれがね、斜め上からの X ウィング。で、正面斜め上からの X ウィング。はい、続きまして、反対ね。まあこれはね、左右、対称になっている機体なんでね、まあ変わらないかなって感じですね。で、続きまして、後ろですね。斜め、じゃあ後ろか、上からね。はい、こんな感じです。じゃあ今度水平にね、後ろこんな感じになってます。はい。で、今度ね、じゃあ正面にしましょうか。はい。正面に関しては、こんな形になってます。で、これはね、先ほど言った通り、稼働はしない感じです。もう初めからこの X のままですね。で、この X ウィングの先ね、これ、非常にね、細いね、ダイキャストになってます。鉄なんでね、まあ、ぶつかっても曲がるぐらいかなって感じなんですけど、まあ、下手すると折れる可能性があるので、こちら取り扱い気をつけてください。あとはコックピットのハッチとかもね、特にね、開いたりは、しないですかね。はい。あとじゃあね、真上からね、もうちょっと見せましょうか。はい、これ真上からです。あとね、ちょっと一回台座を外して、はい、今度背面にしましょうか。じゃあ背面ね、ここ持ちましょうかね。はい。下からの映像です。はい。ここのね、真ん中のところに台座をね、差し込む穴が一箇所だけありますと。あとはね、こういうところはね、精巧にね、はい、表現されてますね。はい、また元に戻して真上です。上もね、よく見るとね、ここにね、はい、乗っております。これもね、X ウィングはね、特徴的なのは、パイロットが乗っているコックピットと、あとここにね、R2D2 とかね、いろんなね、ものが乗るんですけど、今回もこのね、丸いね、ビー玉みたいなやつが乗ってますね。はい、ここに乗ってます。これは取れないです。はい、初めからくっついてる感じになります。いくらね、ロボットと言いつつもね、こんなとこにね、抜き出しで乗ってんの、かわいそうな半面でもかわいいですよね。正面から見るとね、ほら、こんな感じで、はい、表現されております。もうすべて塗装は全部きれいに塗装されてます。全面的にね、この黒っぽいっていうかね、ネイビーみたいな色で塗装されていて、あとはこういう羽のところがね、あとこの機種のね、ところとかオレンジ色にちゃんと塗装されてるのと、あとこの X ウィングのこのね、エンジン部分もね、ここもシルバーに、塗装されてますと。で、イグアにね、ぼかしが入ってる感じの、塗装になってますね。はい。はい、こんな感じですね。これはね、結構ね、今回、スター・ウォーズのね、この、ビーグルコレクションね、私は、今日朝一でね、近くの書店に、買いに行ったんですけど、結構ね、僕は、今回ね、見逃してたんですけど、かなりね、売れてます。もうね、店頭に何人か買いに来ててね、売り切れてるのかなと思うぐらいですね。あとね、前回のね、ミレニアムファルコンと並べてみましょうかね。はい、ミレニアムファルコンと並べると、まあ、こんな感じになってますね。サイズ感がね、合わないんですけど、まあ、本当はね、劇場ではね、ミレニアファルコン、かなりのね、大きさで、X ウィングはね、ちっちゃいんですけど、まあ、こんな形のね、コレクションなんでね、ほとんど同じサイズ感で作られております。はい、こんな感じになりますね。まあ、このサイズ感でね、この2体がね、こうやって並ぶってことはないんですけど、まあ、一応ね、前回と今回、まあ、ちょっとこれは私の動画ね、見てもらえればわかるんです、いいと思うんですけど、まあ、これね、前回のミレニアムファルコンですね。はい。
これが前回のミレニアムファルコンです。で、今回はね、今回の動画の主役になるのはこちら X ウィングという形になります。はい、一応こんな感じでね、並べてみました。こんぐらいのね、こんぐらいの映像がいいですかね。はい。こんぐらいのがね、これが一番の動画的にサムネ的にいいですかね。はい、こんな感じになっております。はい、こんな感じでね、今日はじっくりたっぷりいろんな角度からね、レビューさせていただきましたが、今回、こちらデアゴスティーニさんの、スター・ウォーズ・スターシップ&ビーグルコレクションのナンバー2が発売しましたので、こちら今日はね、X ウィングの紹介をさせていただきました。はい、まあね、こんな感じでね、スター・ウォーズ本当好きな人はもしかしたらこれ開封しないと思うんでね、私の方でね、こちら X ウィングのね、まあ、いろんな角度でね、こういう下からの角度とかね、こういう上からの角度、あとはね、やっぱり雑誌には載ってなかったんですけど、雑誌とかね、サイトに載ってなかったんですけど、このね、X ウィングがね、稼働するのかといったところの疑問点は私の方で紹介させていただきまして、まあ稼働しませんと。その代わりね、この中身見えますかね、この中もね、結構精巧にね、作られております。あとこれね、かなり大キャストなんて重たいですね。結構ね、これスマホぐらいのね、重さはありますね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでね、私の方でね、開封レビューしておりますので、まあ、よろしければね、参考の動画にしていただければなと思っております。また場合によったらね、私はコレクションなんで開けませんと。だけどもうちょっとね、こう開封してる人がいて、成功にね、いろんな角度から見たいと言った場合のね、動画にしていた、参考動画にしていただければなと思っております。はい、以上となります。こんな感じで開封レビューをしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければ高評価お願いします。あとはね、ある程度動画の中でこういうとこ稼働しませんよとか喋ったんですけど、まあ、もしねご質問事項があればコメント欄開封しているので、そちらの方から寄せていただければなと思っております。はい、以上となります。